窓か教授、窓か教授、炎行寺、炎行寺は、兵庫県姫路市の諸社山に位置する寺院で、天台宗の別格本山である。三号は、諸社山、諸社山。西国三十三所第二十七番。現住職は、第百四十世。宗教法人としての名称は、常用館自体の炎行寺である。西国三十三のうち最大規模の寺院で、 西の比叡山と呼ばれるほど自覚は高く、中世には比叡山、大仙と共に、天台宗の三大道場と称された巨札である。京都から遠い土地にありながら、皇族や貴族の信仰も厚く、訪れる天皇、法王も多かった。境内は、二王門から十明院にかけての、東谷、マニデン、観音堂を中心とした中谷、三つの道。 三の道や奥の院のある西谷に区分される。画覧がある標高371メートルの諸社山は、兵庫県指定の諸社山長寿保護区、特別保護地区に指定されている。山内には、姫路藩本田氏の墓所である本田家病所があり、そこには、本田忠時に使え巡視した、宮本武蔵の養子、宮本三木幸助などの墓もある。室町時代の大江五年。 1398年から明治維新まで女人近世であったため女性は東坂山道の入り口にある女人道、現、女遺伝寺に札を納めて帰った。近年では2003年平成15年公開のハリウッド映画ラストサムライのほか、NHK 大河ドラマムサシ2003年平成15年や軍師官兵2014年 平成26年のロケ地にもなった。諸社山の山上にあり、広報3年、966年、昭空の創建と伝えられる。元は、須佐能の命が山頂に降り立ち、一夜どしたという古事により、蘇山の蕎まと言われ、昭空入山以前よりその地に、祠が祀られていたと言われる。三号の由来は、この、蘇山、菅からのものと言われ、 姫路市と合併する以前は、鹿間軍祖左村と呼ばれていたが、この佐も祖山に由来する。創建当初は、諸社寺と称した。仏説において諸社山は、釈迦如来による霊衆山の一役の土で作られたと伝えられ、諸社山の字が当てられたのは、その山がまさに領樹山を書き写したように似ることによると言われる。また一つに、その名は、 三上の僧が一心に経典を書写する姿に三六の人たちが数形を持って称したとも伝えられる。章空の青年については、西暦903年説、910年説、928年説があるが、章空承認伝記属集、三千院所有、重要文化財によれば、章空は縁起十年、九百十年の生まれで、 貴族の立花の死の出身であったという。昭空は出家した時、すでに三十六歳であり、それから約二十年間、霧島山、セフリ山など九州で修行を積んだ後、霊地を求める旅に出て、後方三年、九百六十六年の五十七歳の時、諸社山に世を結んだのが、諸社寺の始まりであるとされる。入山して四年目の天禄元年、百七十年、天神が、 諸写山内の桜の霊木を三端礼拝するのを見た昭空が弟子の安鎮に命じて生木の桜に女意林、観音の像を刻み、その崖に三軒四方の道を建てた。これが女意林道、玄、マニデンの創建であるという。昭空の電気や説話は、昭空承認電気遺族集のほか、原稿尺書、根弱物語集などにも見られる。 それらによると、将空は俗事をいとい、映画や名声に関心がなかったが、都の皇族や、危険の崇拝が厚かったという。中でも将空に対する尊数の念が強かった、花山法王は、カンナ2年、986年に起山して、窓か教授の直後を与え、米百国を寄信。将空は、この寄信をもとに、行動、現、大行動を混流したとされる。 花山法王以外にも、後白河法王や五代醐天皇など多くの皇族が、行行、また直眼により、建物の改築、改修、混流が行われている。花山法王直眼の、縁行という事号には、和縁不足を教えるという意味がある。縁の形、和縁は欠けたところがなく、徳において、最も成就した状態を象徴していることから、 事故を完成する道を教える寺の意となる。武蔵坊弁慶は、一時期、書写山で修行したとされており、机などゆかりの品も伝えられ公開されている。ただし史実である確証はない。一辺、一行、都市清、国王もねらの次週清志らが参詣したことでも知られる。一辺は入弱直前に、書写山の僧に、聖教を預けた。天正六年。 1578年、織田信長より中国地方征伐を命じられた豊臣秀吉が、張馬制圧のため乱入し、真二殿の本尊である、女遺林、観音像などを、大江の長浜に持ち帰った。その後、天正八年、1580年に、長浜より、女遺林、観音像だけが戻された。この真二殿の本尊は、昭空の女遺林、観音像と、 道牧道作の尿遺林観音であり、昭空の生木尿遺林、観音像は、炎徳四年、1492年の新言堂からの火災により、蓮、鏡院、尿遺林堂と共に消失している。国の史跡に指定されている窓鏡寺の境内は、姫路市街の北方をおよそ8キロメートルに位置する諸社山の山上一帯を占め、境内地は東西に長く広がる。市街地から近く、 標高も371メートルとそれほど高くないが、境内地には自然環境が良好に保持され、山岳寺院の様相を呈する。古来、諸社山への登山道として、東坂、西坂、六角坂、刀出坂、名松、大阪、念仏坂、お塩坂の6つがあったが、1958年、昭和33年、東坂に沿って、ロープウェイが開通してからは、 ロープウェイ三条駅から二王門を経てマニデンへ上る山道が主となっている。境内地には明確な境界線はないが、二王門などのある東谷、マニデン付近の中谷、大高道、直道、上行道及び奥の院などのある西谷に分けられ、西国三十三所観音霊場の札所でもあるマニデンが一山の中心となる道であるが、 窓か教授の本堂にあたる大行堂や小空の像を祀る解散堂のある奥の院なども信仰上重要である。ロープウェイ三条駅から緩やかに登る三道を歩み、二王門を経てマニデンまでは徒歩25分ほどである。三条駅から二王門へ至る三道は最国巡礼の道と称され、左右に最国三十三所の 各札書本尊を表した銅像が設置されている。1989年、完成。二王門を通り、受領院、窓家教授会館、十名院を過ぎると、参道は、権限坂と称する、下りの階段になり、下り切ったところが、真二殿の縁下である。権限坂を降り切ると、現那三年、1617年に、姫路城主となった、本田忠正が寄進した湯屋橋という、 小さな石橋があり、その先の崖上に、観音堂である真似殿がある。真似殿正面の階段下から西へ向かう参道があり、これとは別に、真似殿の裏手から西へ向かう参道もあるが、いずれの道を経由しても、徒歩数分で大行道のある広場に出る。白社の広場を囲んで、右、北に大行道、正面、西に、食堂、左、南に、 常雪堂の三棟がこの字型に並ぶ一角は中世の寺院景観を現在に伝えており、これら三棟を総称して三つの堂と呼ばれている。三の堂は玄徳三年、玄光万年、1331年の落雷、影響八年、1436年の火災で消失し、現存する角堂は室町時代、15世紀半ばの再建である。大行道に接して、 月地米で囲まれた本岳病所がある。玄徳三年、玄高元年、1331年の落雷で消失するまで、本岳病所の地には50頭が建っていた。50頭を含めたものが、本来のガラン配置であり、1992年、平成4年、達中、十病院より、50頭や多方頭が見られる、針間国書社山ガランの図の版木も見なされている。なお、 五十頭に安置されていた平安時代後期の第二地如来座像、木像、造高1二2 0センチメートルが食堂の宝物館にある。三の堂の南方には、首老、北家堂、坂木原家墓所、金剛堂などがあり、その南の一段低くなった区域には松平家墓所及び薬師堂がある。三の堂の西方には奥の院があり、海山堂、五宝堂、 ご報道、拝殿、不動堂などがある。転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。大学生以上一人し、納金500円、送迎マイクロバスサービスを含んだ特別し、納金1000円。新規バスが、 姫路駅北口から諸舎山ロープウェイ、諸舎山ロープウェイが山独駅三条駅を連絡している。諸舎山ロープウェイ三条駅から電寺マニデ電までは徒歩か、有料送迎マイクロバス。カーナビゲーションは諸舎山ロープウェイで検索。無料駐車場あり、徒歩で登る場合、主に次の6つの山道がある。いずれも三の起点には、 新規バス停留所が近い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。